いよいよですね、パワハラというものが法律で通る時代に入ってきました、まあ。パワハラという言葉がね、叫ばれて非常にこう、もう長いですけれども、もともと昭和の時代にはなかった言葉ですよね。で、この法律が成立したということは、まあある意味一つの大きな意義があるのかなとも思っておりますけれども、精神的に追い詰めてしまうような行動はダメだとか、 大きな声を出して、同喝してはダメだとか、非常にこう、基準が曖昧な部分、当然ですよね。何をもってパワハラとするのかっていうのは、受け取る本人にもよるわけですから、 うん。なんか、それこそ、した方はそんなつもりじゃない。部下を指導するつもりで、えー、ある意味厳しいアドバイスをしただけなんだけれども、受け取る方がパワハラと受け取ってしまったら、これがもう法律に抵触するという問題になってくる。ので、みんながもっと真剣に考えなきゃいけない時代に入ってきてるのかなと思います。私たち日本では、上司学というか、どうやって部下をきちんと育成するのか、部下を勇気づけて、部下のやる気を引き出して、部下の可能性を引き出してっていう、そういうことをきちんと教えられるってことは、 例えば、小学校、中学校、高校、あるいは専門学校、大学とかで部活動のキャプテンをやって、本当に部員のチームメンバーのやる気を引き出した経験がある人だったりとか、あるいは学級委員でも生徒会長でもいいですけれども、みんなを束ねて、みんなに対して的確なアドバイスを送って、そして、きちんと自分の影響力を 使いながらチームメンバーとして成果を上げていったという経験がある人だったりとか、あるいは社会人の時にたまたまいい上司に出会って、ね、自分自身もリーダーだったり、店長だったりで活躍をすることによって部下のやる気を引き出していったという経験、こういった諸々の経験をすでに積んでる方は、 比較的上司になった時にも部下のやる気を引き出す、部下を勇気づけるという行動ができるかもしれないですが、そういった経験をしている人間の方が圧倒的に少ないはずなんですよね。 別に、例えばクラスメイトといる時でも自分はメンバータイプでありで、勉強だけは一生懸命頑張ってきたけれども、その後社会人になった時に、一メンバータイプとして、要はね、これまでの人生であまりリーダーシップをそんなに発揮することもなく、一社会人になって、そこで淡々と一生懸命仕事をこなしているうちに、さて課長になりました。次長になりました。っていう時に、さて部下をきちんと育てられるかというと、これ非常に難しいと思うところもあるわけですね。例えばこの方が、 たまたま弟や妹でもいて、ね、弟妹に対して的確なアドバイスだったり勇気づけだったり、ね、コミュニケーション円滑にとってリーダーシップを発揮した経験があったらいいですけれども、またこの方が兄弟では下の方で、自分自身は本当にこう下の人間を預かったこともないし、下の人間をあまり育てたこともないと、例えばまだお子さんもちっちゃかったりとか、本当にそういう育てた経験もない方が急に上司になったりした時に、じゃあどうやって育成するのか、ね、ただでさえセルフイメージが低い、自分に自信がない部下たちをやる気を出さない させるためにお前もうちょっと頑張れよって大丈夫だよお前ならできるよって例えばアドバイスしたらお前って言われたああこれパワハラだ。 とかねうん、そんなことじゃダメだろうっていうことをね、ちゃんと責任ある立場として許されることじゃないぞそんなことって部下に対して、すごく真っ当なことを言っただけなのに、あ、同活されたパワハラだって思われるとか、これ非常にあり得るなと、まさに根本には人間関係というものが存在しています。人間関係、コミュニケーションをきっちり学んでおかないと、これからの人生は本当にどこの会社に行っても、どこで働いたとしても、もうパワハラで訴えられる可能性が、 出てくると、こういう時代に入ってきてるということですよね。まさにあの、アルフレッド・アドラー博士は言いました。すべての悩みは人間関係である。うん。すべてかどうかは別として、ただ、 本当に多くの問題が人間関係に起因してるということは間違いのない事実ですし、この人間関係というものを的確に学ぶ場というのも実はそう多くなかったりする。日本の教育の現場というのは基本的に詰め込み学習であり、で、たまたま担任の先生が一人一人にリーダーシップを取らせてくれたり、みんなが円滑にコミュニケーションが行くような仕組みを作ってくれて、で、そういう担任の先生に出会って教育された子供だったらラッキーですけれども、ね、そもそももう教育者が、これも、 運ですよね。本当にそういうリーダーシップを持って教育者になる人もいれば、そういうこと全く学ばずに、ただただ教職も免許だけ取って、先生だけやってますっていう方も多くいるわけですから。 なので、やっぱりもう一回人間関係、コミュニケーションをきちんと学んでいく、そういう場がもっとこう増えていかなきゃいけないし、人間の可能性を扱うとはどういうことなのか。ね部下や、ね、仲間たちを本当に大切にして勇気づけて、その可能性を引き出していくっていうのは、どういう技術や人間力が必要になってくるかっていうことをきちんと学んでいかなきゃいけないなと思っています。その根本にね、ね、えー、人間関係の根本には何があるかというと、やはり信頼関係構築。 だということだと思います。 例えば、今日でも、あの、これ、YouTube の撮影やってますけれども、私のね、パートナーであります、もう、YouTube プロデューサーの中川良也という男はですね、もう、本当にもう、天才的頭脳と、もう、超心の美しい、あの、悪口の言いようがないぐらい素晴らしい男なんですけども、別に欠点というわけではないんですが、彼はですね、あの、母天然というかですね、もう、しょっちゅう忘れ物をするんですよ。今日も撮影するって言って、さあ、今日何時からやるぞーっつって、やる気に満ちてたら、一本メールがプルッと来ましてですね、平さんすみません、カメラの餌、 sd カードを忘れました。ちょっと取りに帰ってきますって。お前何回目やーみたいなもう、ね。そういうことが彼はしょっちゅうあるんですけども、例えばこれをですよ。もう僕がりゅうえに対して、お前忘れすぎだよーってメール、例えば打ったとして、でもここでもし僕らに信頼関係がないと、あ、ヒロさんにお前呼ばわりされた。とか、あ、 僕のミスをまた上げつらってバカにされたとか思われたら、これはあのパワハラの対象になるってことですよね。ところがこれ信頼関係が根底にあると、例えば両親の中で別に、お前呼ばれしようが、お前この野郎って冗談でメールで打っても、ヒロさんがそんなこと僕に言うわけがないとか、ヒロさんが、あ,あこれ僕を勇気づけてくれてるんだっていう解釈ができるぐらいの信頼関係が根底にあったら、これはもう全然笑い話で済む話ですよね。だから、 ね、この言葉はダメだとか、この態度はダメだとか、大きい声がダメだとか、まあそういうね、えー、枝葉のようなことももちろん無駄とは言わないですけども、その一番根本にある信頼関係というものにもっと目を向けなきゃいけないし、私たちがじゃあ部下、あるいは仲間たちと信頼関係を築くためには何が必要になるかというと、やはり承認ということですね。私たちはこのいいねっていうことをやってしますけども、本当に部下を、あるいはパートナーを、あるいは友達を、どれだけ日常的に いつも承認できるか。いつも感謝や尊敬の思いを伝え、その人に対して存在肯定をして、感謝を伝えて、いつもありがとう、頑張ってるな、一緒に頑張ろうな、素晴らしいよ、大丈夫だよ、俺が応援してるよ、俺がついてるよっていうメッセージをどれだけ伝えて、本当の味方になれるかどうか。信頼関係のさらに手前にあるのは、私たち自身がその人の味方になれるかどうか。味方という立場を表明して、そのメッセージを相手に伝えられるかどうかということが本当に根本。 であります。この味方になるよ、味方だよという熱意、思い、態度があるからこそ少しずつ信頼関係が構築されていって、信頼関係という土台がきちんとあったら変な話ですよ。時にドカンと叱ろうが、あるいは褒めようが、 この方は伸びるはずなんです。けど、この土台もなしにテクニックだけで、なんかこう仕事ができた時だけ褒めるとか、あるいは仕事ができなかった時に、ちょっとね、それじゃダメだろうって大きな声で、これ叱責したら、これパワハラですっていうことになり得るってことで、どうでしてもですね、このパワハラ法案が、 適用されるという時代が近づいているからこそ、私たちは人間関係にもっと目を向けなきゃいけないし、その人間関係の根本にある信頼関係構築をどうすればいいか。まさに、承認であり、味方になるという、ここが一番必要になってくるんじゃないかと。これは、えー、企業の中だけではなくて、親としても、あるいは、教師としても、使える、本当にこう、根本にある技術であり、考え方だと思ってる。ね。うん。ぜひとも、承認。 見方。というメッセージをこれからも私も発信し続けていきたいな、と思っています。いつもご視聴ありがとうございます。えー、チャンネル登録していただくと、日本を元気にしたい、日本中復活したいっていうね、私のメッセージがまた日本全国に届いていきますので、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。